5月末に米オレゴン州友人で行われた陸上のパリ五輪米国代表選考会で、トランスジェンダーで性別の認識を男女の枠組みに当てはめないノンバイナリーの日記ヒルツ、29が、女子1500メートルで米国人選手として史上2番目となる3分55秒33の自己ベストで優勝し、五輪代表入りを決めた。写真、自己診で女子1500メートルを制したノンバイナリー選手。 レース最後の直線で2選手を抜き去り、選考会記録を樹立したヒルツは、初の五輪出場となる。これは私だけのものではない。プライド月間の最終日に、自分のコミュニティのためにこのレースを走りたかった。LGBT 当事者のみんなが私を最後の100メートルまで連れてきてくれた。と述べ、五輪出場権の獲得は個人的な成果を超えた意義があるとコメント。 支えてくれた人たた人ちに感謝の言葉を述べた国際オリンピック委員会 IOC は21年にトランスジェンダー選手の出場資格について各競技を統括する連盟に委ねる方針を決めた。国際陸上競技を統括する世界陸上連盟は昨年、男子として思春期を経験したトランスジェンダー選手の女子カテゴリーへの参加を禁じる方針を決めたが、 男性でも女性でもないと辞任するノンバイナリー選手についての規定はない。出生時の性別が女性に指定されたノンバイナリー選手は、ホルモン療法を受けていなければ、一般的に女子カテゴリーでの出場を認めている。米 NBC ニュースによると、ヒルツは五輪に出場する初のノンバイナリー選手ではなく、21年東京五輪に出場したカナダのサッカー選手クイーンがトランスジェンダー。 並びにノンバイナリーを公表している初の代表選手だという。